それでは小池知事の記者会見を始めます。よろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いいたします。今日はですね、私の方から3点お伝えをいたします。まず新型コロナウイルスです。昨日の重症者につきましては59名でありました。新規陽性者数が600人を超えて602人、目安となるのが3日前の検査実施件数と言われておりまして、1万件目前の9988件となっております。そして新規の陽性者のうち65歳以上の高齢者の方々が77人という数字であります。そして今週は全国的に非常に厳しい感染状況を示しているわけでございますけれども、東京においても先週に引き続き感染状況について一番上の赤、それから医療提供体制については上から2番目のオレンジ色、専門家の先生方から75歳以上の新規陽性者が増加していること、高齢者への感染機会を減らす必要があること、また通常のですね、医療体制とのこの両立が困難な状況になっているという点、医療提供体制が逼迫し始めているなどコメントを頂戴したところであります。で、都としまして医療提供体制についてはですね、現在重症病床、先日数週間前まで150と申し上げていたのを200、それからその200を含めまして、病床をですね、このコロナの病床を合計3000、これを都内の医療機関のご協力によって確保いたしております。で、来週開設するのが多摩における専用医療施設初めてになります。で、これもできますので、都民の安全安心の確保にはこれからも努めてまいります。都はですね、事業者の皆さんにこれまでもですね、虹のステッカーの掲示をお願いをしてきました。それぞれ宣言、お店やその業界のガイドラインを守っていますよということを確認しておいて、そして防止対策を進めておいていただいて宣言をするという手順になっておりますけれども、その実施状況につきましては都の職員が店舗を訪問して確認を行ってまいりました。で、これに加えまして業界団体の皆様方による、この感染防止対策への支援事業を実施をすることにいたしておりまして、これについては先日募集を開始をいたしました。で、この度、支援対象となる団体一部決定いたしましたのでお知らせしたいと存じます。で、この事業ですけれども、業界団体によりステッカーの掲示店舗、掲示をしている店舗などへの点検をすること、指導をすること、そして感染防止対策の普及啓発に関する費用を補助するというものであります。で、団体の方々が巡回して行われた点検指導で、感染防止対策十分に行われていた場合にはですね、このお店の虹のステッカーにその上のところに点検済みのシール、これを貼り付けるということになっております。はい、はい、あなたこっち、はい、マイクがない方がいい、わかりました。なんかまみってありましたね、はい、じゃあもう少しこうして、はい、でここのところに貼っていただきます。ということで、この虹のステッカーの掲示にはご協力いただいている、それはすなわち感染防止対策を進めていただいているということでありますけれども、これに新たにこのさらにそれに加えまして点検指導していただくということであります。で、その団体ですけれども、飲食業、美容業などにつきましては5つの生活衛生同業組合、そして生活関連サービスの業界団体であります東京都環境衛生協会に、お願いをいたします。で、それぞれの団体とも準備が整い次第順次点検指導を開始をしていって、これを確認次第先ほどの点検済みになってる、点検済み、はい、このシールを貼っていくことになります。
このステッカーを掲示したからそれで終わりというわけではありません。日々感染の防止、お店の方でもしっかりとご対応いただいて、そしてまたお客さんの方にもその件も呼びかけていただく、事業者そして利用者両方のこの感染防止対策が必要でございますので、改めてのお願いであります。でこの支援事業ですけれども、現在も業界団体から申請を受け付けております。令和3年2月12日まで受付となっております。そしてこの業界団体の皆さんの積極的なご活用、ぜひよろしくお願いを申し上げます。でこうした業界団体、自主的な取り組みの支援を通じてですね、より一層都民の皆さんが安心して店舗を利用できますよう、感染防止対策を強化をしてまいります。次に都民の皆さんから医療物資が不足している医療機関を支援したいという声たくさんいただいております。そしてそこに募金といいますか、まさしく心をですね、この心配りということで、いただいております。これ4月27日から募集を開始しました。そして守ろう東京新型コロナ対策医療支援寄付金という名前のもとでですね、このご寄付を賜ってきたわけであります。でこれまでも多くの方々からのご寄付を頂戴いたしております。ありがとうございます。例えば読売巨人軍の6名の監督さん、そして6名の監督さんや選手の方々、原監督も含めてですけど、もちろん、それから桃色クローバー Z の皆さん、中井君、中井正広さん、それからOK 株式会社ですね、スーパーですね、そして明治安田生命保険相互会社、株式会社ヤオコ、生活協同組合コープ未来はじめとする多くの皆様方のご協力を賜りまして、今日の12月10日現在でありますけれども、昨日現在です、4474件合わせまして約9億5000万円のご寄付を頂戴いたしております。でこの寄付金につきましては、医療用のマスクや衛生資材の購入の方に、活用させていただいております。でこの寄付金につきまして、当面実施を引き続き行ってまいりますので、改めてのお願いでございます。どうぞ心配り、よろしくお願いを、心遣いですね、よろしくお願いを申し上げたいと思いますし、また今も、最前線で奮闘されておられる医療従事者の皆様方に、対してのこの皆さんの心遣い、必ず大きな力になると思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。それからこの度皆様に不要不急の外出を控えていただくことなど呼びかけるメッセージ動画を改めて作成をいたしました。ちょっとご覧いただきます。今も医療現場などで多くの方が奮闘しています。医療体制を守るためにも、できるだけ不要不急の外出を控えてください。何としても感染拡大を防ぐため、共に取り組んでまいりましょう。はい、このメッセージ動画ですけれども、東京語動画に掲載いたしますほか、ウェブ広告、そしてテレビの CM などで発信をしてまいります。それから優しい英語じゃない、優しい日本語、そして英語版、そのメッセージもですね、東京動画の方に掲載をいたしますので、多くの方ご覧いただければと思います。また歌舞伎の市川海老蔵さんにもご協力いただいています。先日、市川海老蔵さん都庁にお越しいただきまして、年末年始の感染予防、そして東京2020大会におけるコロナ対策について対談を行いました。ちなみに海老蔵さんはパラ大使、パラリンピックの方の大使も務めいただいていることもございます。で、歌舞伎役者としてですね、歌舞伎座などの劇場、稽古場、またお子さんがいらっしゃるご家庭など、どのようなコロナ対策をしておられるのかなどの話を伺ったところでございます。でこちらの対談の様子も東京動画の方で発信をいたしますので、ぜひご覧いただきたいと存じます。
で、この対談動画の中でも紹介をいたしましたが、感染予防策のポイントをまとめましたウィズコロナ東京カルタができました。前にステイホーム週間の時にステイホームカルタを作ったわけですけれども、いよいよお正月を前にして、のシーズンを前に、できましたのでご紹介をいたします。で、例えばこちら、お餅になりますけれども、オンラインなんだ、3密なしで親密にすいませんというようにですね、これはお正月用の東京カルタができております。で、こちらのポスターで今ご覧いただいているわけでありますけれども、東京都の防災ホームページからダウンロードできる仕組みになっております。 A4 版ちょっと固めの紙などにしていただいて、読み札とそれから取り札と2種類同時に作ってあります。それ切っていただいて、ご家族でこの東京カルタ、コロナカルタというんでしょうか、こちらの方ぜひ皆さんでこの感染防止対策を考えながら、学びながら、楽しみながら確認をしていただきたいと存じます。それから先般首都圏の知事で、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県ですけれども、1都3県で共同のメッセージを発信をいたしました。キーワードはこちらです。引き締めよう。これは1都3県の知事で共同して発出をしているメッセージであります。引き締めようです。で、ここでもう一度気を引き締めて、みんなで連携して感染防止対策に取り組んでいただきたいという1都3県のそれぞれの意思をまとめたものでございますので、ぜひこの点につきましてもご確認、そして実行をよろしくお願いを申し上げます。そして防ごう重症化、守ろう高齢者、この意識引き続きお持ちください。そして新しい日常、正しく予防、この点引き続きのお願いで、ございます。それから感染拡大を何としても食い止めるために、都民事業者の皆様のご協力は必要でございます。で、繁忙期、年末のですね、忘年会シーズン、大変なこの稼ぎ時でございますけれども、ご負担をおかけしております。短期集中での取り組みに、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。そして、こちらですね、はい、感染対策短期集中ということでございます。12月17日まで短期集中、ぜひとも引き続きのご協力をよろしくお願いを申し上げます。皆さんが主体であります。いろいろと情報がこう乱れ、またいろんなためになる情報さまざまございます。そういう中で皆さんもう咀嚼されていることかと思いますけれども、しかしながらそれを実行することをみん引き続いてやっていただかないと、結局これがだらだらと伸びてしまうということになります。その点改めてよろしくお願いを申し上げます。そして、もう一つ重要なことでありますけれども、命と雇用を守る、その取り組みについてのお知らせであります。1年近くに及ぶコロナ禍でございますが、都民お一人お一人の生活にも大きな影響を及ぼしていますね。で、残念ながら今年の6月以降ですけれども、都内で自ら命を絶たれた方の数というのは昨年を大きく上回っております。とりわけ女性、そして若者の自殺者が急増しているわけであります。で、都民の皆さんの命を守り抜くことが私自身の強い思いでありまして、またコロナ禍の影響でさまざまな境遇にある皆様方に寄り添いながら、一人一人のかけがえのない命を守っていきたい。で、今多くの方が失業などによる経済的な不安、それから健康への不安、そして一人ぼっちでのこの不安、さまざまな悩みを抱えておられることが方が多いと思います。中にはもう消えてしまいたいと思うほど辛い悩みを抱えた方もいらっしゃると思います。
で、そういう時はお一人で抱え込まずにぜひご相談をしてください。ここは相談をするというその勇気を一歩一つ前に出る、その勇気を持っていただければと思います。で、皆さんの気持ちを聞かせていただく、不安に思う気持ちを受け止める、そのことをしっかり行っていきたいと思っています。で、相談の窓口でありますけれども、心と命のホットライン、こちらが都の相談ダイヤルになっています。心と命のホットライン、こちらでは話して悩みの番号になっています。話して悩み、最後悩みの番号で、午後2時から午前5時半まで、専門の相談員がですね、毎日ご相談をお待ちしておりますので、迷わずお電話ください。そしてまた電話につきましてはですね、ちょっと相談しづらいなという方にはですね、専用の LINE アカウントもご用意しております。でこちらも毎日午後3時から午後9時半までの受付を行っております。まあ、LINE ですから、その後もいろんなフォローができるかと思います。どんな小さな悩みでもいいです。まず、ご相談いただく、SDGs で、のようにですね、誰一人取り残さないと、いうあなたは取り残されていないんだということをぜひこの LINE、 そしてまたお電話で確認してください。ぜひよろしくお願いをいたします。それから子どもさんや保護者の方々も非常に悩みが多い、その相談窓口として電話相談を窓口を設けております。まず電話相談ですけれども、24時間のフリーダイヤルでお受けしているのがこちらであります。 0120-53-8288、 24時間のフリーダイヤルになっています。それから中高生向けの SNS によります相談、こちらの方は12月14日から受付時間を午前9時から午後10時30分まで拡大をいたしてお待ちしております。でそれからまた悩みを抱えるといいますと、まあ、出産前に不安が多いというのは妊婦さんの方、こういった方々のご相談は、妊娠相談ホットラインを設けております。でこちらの方に電話またメールで受け付けておりますので、一人で悩み、閉じこもっていないでまずご相談をくださいということで、また1月からはですね、オンライン相談もこの妊婦さんの関係のご相談はお受けできるように準備をしているところであります。でこれらの相談窓口の充実を含めまして、都民の心と命を守る緊急対策を実施をいたします。で早期発見、未然防止、相談体制の強化、充実、普及啓発、理解促進、この3つの柱にいたしまして、今後ともさまざまな境遇にある方々をですね、社会全体で支えてまいります。それから学生さんやまた職を失った方、コロナによる影響で経済的に困窮している、そんな方々に、就業の機会を提供をいたす、その募集をしていきたいと思います。緊急サポートスタッフであります。今日から緊急雇用として1000人、1000人以上ですね、の方を順次募集をいたします。でまず12月の下旬から3月末までの間におきまして、デジタル化の推進やまたコロナ対策など都庁で行います業務たくさんあります。これにですね、職を失った方などにこの仕事をですね、担っていただくということで募集をいたします。まあ、都庁のこのような業務に従事をするということで、仕事にしていただきたいということです。で今後もスピード感を持って施策の強化を図って、また都民の命を守るというための対策、まあ、このようにですね、不安を受ける窓口であったり仕事を作る、都庁での仕事の役回りをですね、担ってもらう、いずれにしましても誰一人取り残さないという SDGs、 そのことをベースにですね、東京都として取り組むべき対応
を行ってまいりますので、どうぞそれぞれ活用してください。迷わずお電話などしていただければと思います。それから次は全然話は変わりまして、次のテーマがですね、パンダであります。パンダ、上野動物園のジャイアントパンダについてのお知らせです。東京都は中国野生動物保護協会と、ジャイアントパンダ保護研究の実施ということで協力協定を締結をいたしております。でその目的は何かというと、ジャイアントパンダの保護を促進をすることで、中国における野生動物保護事業のさらなる発展に寄与する、そして自然環境の保全、野生動物の保護への理解を図るという項目になっております。でシャンシャンですけれども、令和の2年、今年の12月31日までに中国に返還ということになっておりました。皆様方からもこれに関してはいくたびかご質問いただきました。でこのその結果ですね、返還期限を来年つまり令和3年5月31日まで延期ということで中国側と合意をいたしました。でこれはですね、コロナの感染拡大の影響で国際的な物流や人の交流が制限されていること、そしてパンダの輸送にあたる日中双方の専門家の渡航が非常に困難になっているというような状況をですね、総合的に判断をしたものであります。でこうした状況下で、シャンシャン、来年の5月31日までしばらく上野にとどまりますので、また可愛がっていただければと思います。で、今ちょうどですね、これまでのシャンシャンを振り返る企画をウェブ上でも実施をしております。で名残惜しいということでいろんなイベントなども地元の方でもご用意いただいているわけですが、まあ、これはですね、滞在期間が延びたとはいえ、この企画についてはそのまま継続ということになりますし、またシャンシャンはですね、の展示はですね、引き続き現在今と同じ場所で暮らすことになります。この先日リーリーとシンシンについてはですね、新しいパンダ舎の方に移ってましたけれども、このシャンシャンの方はそのまま今いる場所のままということです。いずれにしましても帰るまでにはまだ時間がありますので、ぜひその可愛い姿ご覧いただければと思います。今申し上げましたリーリーとシンシン、こちらの方のもですね、実は来年の2月ですねに協定期間が満了することとなっていて、これまでもこちらの方も当局の方と、協議をしてきたわけでありますが、こちらのについては、リーリーとシンシンについては令和8年、2月20日ですね、要は5年間期間が延長をすると、期間を延長するという協定書がそちらの方に日中間で、この調印をしたということで、あります。中国の当局と東京都の間での調印ということであります。でこれでリーリーとシンシンは引き続き上野動物園で飼育を継続をするということになりました。こちらの方もですね、上野動物園、シャンシャンもいます、リーリーもシンシンもいます。越の際はですね、来園予約が必要です。予約して感染防止対策をとって、ぜひお会いいただきたいと思います。でこれからも中国と協力してこのジャイアントパンダの保護の促進、それから自然環境の保全、野生動物の保護への理解を図ってまいります。はい、ということで今日は3点、コロナとそれから命を守る、そしてパンダということで、皆様方にお伝えをしたところであります。どうぞ。ありがとうございました。それでは質問に移ります。12月刊誌の毎日新聞の小関と申します。幹事社から2つ質問をさせていただきます。1点目が本日開催されました政府の新型コロナ分科会の提言案について伺います。
提言案では、GoTo キャンペーンの一時停止、ステージ3の相当の地域では、GoTo トラベル以降の一時停止、とか営業時間短縮の、要請の継続などを、求めることが提言案に盛り込まれました。この提言案が出されたことに対する受け止めと、都として今後どう対応されるか、現時点のお考えをお聞かせください。はい、今日政府の方では分科会が開かれて、今お話のあったような整理をされたと聞いております。そしてまたこの後尾身会長をはじめとする方々の記者会見なども何時に今行われているです。そうですか。で、今日の分科会のにつきましては、その中身は先ほど、主な部分だけですけれども承知をしたところでございます。今後の感染状況を踏まえた対応についての提言ということでございます。で、都としまして都内の感染状況などを踏まえながら営業時間の短縮の要請、不要不急の外出を控えていただく、など、都民の皆さんの命を守るために感染対策短期集中ということで進めてきたわけであります。GoTo トラベルについては国と連携しまして重症化リスクの高い高齢者の方、そして基礎疾患をお持ちの方に12月17日までの間、利用の自粛を呼びかけているところでございます。でこれはですね、GoTo トラベルについて高齢者、そして基礎疾患をお持ちの方という方のことを申し上げてますけれども、そもそも全世代に対しての不要不急の外出を控えてくださいということを申し上げておりますので、これについては GoTo トラベルを使う使わないは別にしましても、この件についてはぜひとも皆さんに改めて、ご理解いただきたい、不要不急の外出を控えてくださいということで、あります。でまた政府の方でどのような整理をなさるのか、分科会の提言を受けて政府がどのような対応をされるのか、注視していきたいと考えております。では2つ目の質問させていただきます。医療体提供体制について伺います。先ほどの冒頭発言でもございましたが、東京都として重症者用の病床は200、コロナ用の病床は3000まで増やされております。ただ昨日のモニタリング会議でも発言がありましたが、通常医療との両立が困難な状況になっているというような指摘も出ております。医療提供体制を守るため、さらに対策の強化の必要性があるとお考えでしょうか。お考えをお聞かせください。昨日木曜日は毎週モニタリング会議を開催をしているのはご存知の通りだと思います。でそこで専門家の先生方からの、ご指摘があったわけでありますが、一つ昨日井ノ口先生の方からも指摘がありましたのは、通常の医療体制とのですからコロナと通常の医療との体制の両立がですね、困難な状況にあって、また逼迫をし始めているというコメントがありました。感染拡大を食い止めるためにも厳重な警戒が必要だということでございます。まず何よりも感染の拡大を防止するということについては、時間の時短、そしてまた GoTo トラベルについてのこの高齢者、それから持病のある方については自粛をしていただく、それから全世代への呼びかけとして不要不急の外出を控えていただく、そして会食の際はさまざま感染防止対策を講じた虹のこのステッカーの掲げてあるお店で、そして利用者の方も感染対策をしっかり講じていただくことなどなど、これらによって感染の拡大を防ぐということにご協力いただく必要があります。一方で検査の方もすでに
今日ご紹介したように3日前の数字は1万件近くの検査が行われております。そしてまた最近は民間の検査なども随分加速度的に進んでいるようで、ございます。で、医療提供体制ですけれども、先ほど申し上げましたように重症用の病床がですね200、そして全体で3000を医療機関のご協力によって確保しているわけであります。そして来週は専用医療施設の開設、多摩府中の方で行います。翌17日には宿泊療養施設新たに1つ開設をすることによって大体4000室の確保ということになってまいります。これ以上の感染拡大を止めるということはすなわち医療提供体制を守るということにもつながっていくわけでありまして、そういう意味で皆様方の心遣いがですね医療提供体制を守るんだということを何度も申し上げていきたいとこのように考えております。幹事社からは以上です。各社の質問に移ります。質問のある社は挙手の上、記事の指名を受けた上で、名前と所属を名乗って質問してください。東京新聞の岡本です。よろしくお願いします。今日の分科会では感染が急速に拡大しているというステージ3について、その内容を判断してですね、拡大が継続、高止まり、減少という3つに分けて対策を取るべきというような案が示されたということです。これに関連して知事は現在の東京都の感染状況について例えば2週間前と比べてさらに感染の拡大が継続しているという認識なのか、高止まりという状況なのか、もしくは減少の局面に入っているという認識なのか、どういう認識なのかお聞かせください。合わせて時短営業の要請について今 の状況の認識と関連してどういう状況になれば解除できるのか、もしくはどういう状況であれば延長もやむを得ないというふうにお考えなのか、お聞かせいただけますでしょうか。政府の方の分科会のこの分析は参考にさせていただきますと同時に東京都でモニタリング会議を設けておりまして、定点的にまた観測及び分析を行っていただき、昨日のモニタリングにおきましては、先ほどご紹介いたしましたように赤とオレンジという状況が続いてきているということでございます。国 のステージ1、2、3、4といろいろありますけれども、中には東京都の分析と若干目安が違うものがあります。療養者数といって出てるけれども、都の方では入院とそれから療養者とでバーッと分けてそこを工夫しながらやっていたりするので、国 の分析のそもそものアイテムですね、項目が若干分かりにくいというか、東京都にとりましての分析の方が私ども東京都にとっては分かりやすい部分があろうかと思います。で、いずれにしても感染を拡大させないという点では同じでございまして、そのためにも何度も申し上げておりますように、重症化リスクの高い高齢者の新規陽性者の増加、ここを止めていくという必要があるわけでございまして、そういったところに対してのまた集中的な対策なども講じていく必要があろうかと思います。で、また高齢者ばっかり言ってますけれども、中にはですね30代の方で重症化された方も先々週ですか報告がありました。で結局また基礎疾患をお持ちの方っていうのはやはりコロナにかかって重症化しやすいという傾向も報告を受けているわけであります。誰もが感染のリスクを持っているんだと、可能性があるんだということを考えながら対策を打っていただきたいと考えております。認識とすれば先週のモニタリング会議と同じこの、そのままが続いているということだと思っています。
確認ですが、そのままというのは感染の拡大がそのまま継続しているということなのか、水準として高止まりの状態で続いているという、それはどういう認識なんでしょうか。まあ、それ言葉の認識だとは思いますけれども、そのあたりもしっかりと今日の分析を、まあ、分科会の方の分析ももう一度よく認識こう分析させその分析を分析させていただきたいと思いますし、政府の分科会ですから政府の方でしっかりと対応をお願いしたいと思います。すみません、NHK の成沢です。2問質問させてください。まず1点目なんですけれども、年末年始の、医療提供体制について伺います。東京都としてはですね、医療機関への協力金の支給とかですね、いろいろ年末年始の医療体制を確保するために、さまざまな取り組み、呼びかけをしていると思うんですけれども、改めてどのように体制を確保していきたいと考えているのか、また確保できる見通しというのは立っているのか、その辺を教えていただけましょうか。まず1点目お願いします。はい、年末年始、こちらの方も医療機関の皆様方のご協力を得べく、得るために新たに協力金という制度を創設をいたします。こちらは都が指定した診療検査医療機関がですね、年末年始に発熱患者さんやその診療検査を行われた場合にその実績に応じて支給をするということになります。そして都は現在すでに約3200の診療検査医療機関がございまして、そちらの方にですね、年末年始の診療検査を実施していただきますように、東京都の医師会と連携しながら協力を呼びかけているところであります。でまたご協力いただける医療機関の診療予定の日時などについてはその情報をですね、ホームページから登録していただくような形になって、この診療医療機関の登録状況を日々把握していきたいと考えています。で東京都の医師会とこの登録状況を共有しながら必要に応じて連携してさらなる登録を呼びかけるなど取り組みを進めているところでございます。医療機関の皆さんも当然年末年始休みたいそう思っていらっしゃる、そういう中でもご協力をお願いするということでございますけれども、そのためにもですね、感染拡大の防止に皆様方のご協力とそして心遣いということを念頭に、ぜひよろしくお願いを申し上げるということであります。もう一点お願いします。女性活躍について伺いたいんですけれども、政府はですね、政治家や経営者といった指導的地位に占める女性の割合を、今年2020年までにですね 30% 程度にするという目標を掲げていたんですが、実現は困難な状況になっていると思います。目標の達成時期の先送りという方針も出てます。方針も示されるようですけれども、知事としてですね、その目標を達成できなかった原因とかですね、そのようにどのように分析しているかというのと、今後その達成に向けてどのように取り組んでいくべきとお考えか、お聞かせいただけますでしょうか。残念ながらこの女性の、ジェンダーギャップと呼んでいる毎年発表される WEF ワールド、エコノミックフォーラム世界経済フォーラムですねの発表で、日本のランキングというのは毎年ずるずると下がっているところで、確か全体で121位だったと思います。特に OECD のこの各国の中でもですね、残念ながら日本の場合、もういつも低位になってきているということです。で逆に順位を上げている国を見ますと、この女性の活躍がその国をというか、そのある意味国の政策としてですね、女性が活躍するということはその社会が成長することだと、社会のこうの何て言うんでしょうか、生き生き度っていうんでしょうか、それがプラスだという認識を持って進めているということだと思います。今このコロナ禍で先ほど若い女性の自殺とか
それから今の女性のランキングがいかに低いかということをよく示されるわけでありますけれども、私はやはり日本はここはですね、むしろこのウィズコロナの時代とはまああまり関係ないかもしれないけれども、社会の構造変革を求められているんだったらば、今こそこの女性の活躍ということを本気になって考えるべきだと、また進めるべきだと。お題目はもういいですから、もう実質伴うことやりましょうよという呼びかけが必要なんだという思いです。ここぜひ短期集中ですね。それぐらいの思いでやっていかないと、日本のこの世界におけるさまざまなプレゼンスというのが低下していくのではないかと思います。意思決定の場というのは、それぞれ管理職であったり、それから議会だったら女性の議員の数であったり閣僚であったりというところであります。これらについてもですね、非常に日本の場合少ないで、いろんな会合に出席しますけれども、基本的にはもう男性ばかりの会議が多いです。で、そういう、都の場合は 20% 管理職も女性が着実に歩みを進めているわけでありますけれども、女性が一人もいない会議は会議として成立しないぐらいのことをね、決めたらどうかと。それぐらいしないと前に進まないと思いますし、いや女性はダメだからとかですね、いやまだ訓練が足りないからとか、いろいろ理由つけられるんですけれども、そこは大きな一歩を進めていくべきではないかなというふうに考えております。子育てとかいろいろ働き方、育児をしながらというような特に日本の場合まだまだイクメンというのが定着をしていない、単調についたばかりでありますけれども、このステイホームなどでですね、このいろんな生き方の見直しも行われているわけでありますけれども、ここは社会の見直しをするいい機会ではないか、こういうふうに思っています。フジテレビです。今日ちょっと話題が変わるんですが、今日小泉環境大臣が閣議後会見で電動車の普及とカーボンプライシングについて小池知事と今後連携することで合意したという発言をしました。今後ですね、小泉環境大臣とどのようにこの連携を進めていかれるのかお願いします。昨日小泉環境大臣と電話で話をいたしました。先方から特に自動車ですね、2030年のまでにこの新規の発売する、車のですね、自動車の 100% 非ガソリンを目指すということについて、ぜひ連携を取っていきたいという話でございました。またカーボンプライシングの話をされているようでございます。で、都はどの大都市にも先駆けてこのビルですね、大型のビルのキャップアンドトレード、これを排出量取引ですけれども、これを先駆けてやっているという知見があるわけです。それらをうまく組み合わせていくことによって、国としてのゼロエミッション非常事態宣言、そしてまた最大の CO2 の排出地域であって、また最大の購買力のある東京がしっかり連携をすることによって、東京としてもまた国としてもゼロエミッションという大きな目標に向かって効果が出せるのではないか、このように考えているところで合意をしたということであります。また昨日も象牙と取引について、昨日から環境省、そして産業経済産業省、
それぞれオブザーバー参加していただいています。そうやって国の政策とそして都の方針とうまくこう噛み合うことによって結果として良い方向に進めることができればいいのではないか、まあ、一つ一つの項目によってそのような形を進めていければというふうに考えております。すみません、日本経済新聞の辻と申します。与党の方で税制改正大綱が、決まりました。でエコ化減税の基準の厳格化とかですね、脱炭素社会に向けたいわゆるグリーン投資の、優遇、促進とかですね、あとはデジタル化の投資促進で、一方でコロナ禍で家計とか企業の負担を、減らしましょうというふうな感じでいろいろ対策が盛り込まれましたが、今回の税制改正大綱を知事はどのように評価されているのか、お聞かせください。もう一言で申し上げると、いくつか都がこれまで要望してきた項目がかなり前進を見ることができたということです。例えばベビーシッターの利用にかかる助成金のですね、非課税措置であります。これはこの間コロナという特殊な事情に鑑みて非課税措置が行われていたわけですけれども、これが子育て世帯への支援ということでコロナの特別な対策ではなく子育て支援というユニバーサルというか普遍的な形での取り組みになったというのは一つ前進であったと思います。それから国際金融関係でありますけれども、これまで日本では死ねないというすごい表現ですけれども、要は日本でさまざまな金融の高度金融人材とでも言うでしょうか、年収がもう億円単位の方々などもおられるわけですけれども、相続税に対してですね、その本国のその財産にまでこの相続税が課税されるというようなことで、まあ、そして今申し上げたような言葉が彼らの間で流布されていたわけでありますけれども、ここにも昨年に加えて、さらにそれを一歩踏み込んだ形で、この対応をされるということについては、国際金融のハブとしてアジアのハブとして、東京が進めている政策に、この、沿うものであるというふうに考えております。また規制の見直しも同時にですね、ワンストップで行う等々、これらのエコシステムを整えるという意味でも、これらの税制および規制の見直しなどは有効に働くものだと考えております。ただ一点、固定資産税でありますが、まあ、こちらの方はですね、やはり商業地など固定資産税3年で見直されるものでちょうどそれに当たる年なんですけれども、これまでの上昇固定資産税がというか不動産価値がですね、このところミニバブルとでも言っていい、こう上昇の流れを組んで、こう上がる見込みであったところが、まあ、ここに来て、コロナということです。で土地の地価の評価の時期とコロナとの時期が若干ずれておりますし、今いろんな経済対策を打っている中で、ここはむしろ固定資産税を上げることはどうかという政府の判断もあって、令和3年度に限って、税額を前年度の額に据え置くという措置が講じられたところであります。これは、まあ、納税者の負担に配慮するという、この趣旨は理解できる一方でですね、今コロナで、この東京都もですね、1兆6000億8000億もの財政を今投じてきております。そういう中で財政需要が非常に大きい中で、固定資産税の税収というのは
東京都にとりましても特別区にとりましても非常に大きな割合を占めているということで、財政の需要が大きいところにその分が入ってこないということになります。まあ、よってぜひこれからもですね、地方の自治体の実情に配慮した対応をこの追加の経済対策や財政支援の中で講じていただきたいと、そういうふうに考えております。共同通信の恩田です。最初の方の質問に関連してなんですが、時短営業なんですけれども、昨日のモニタリング会議でも猪木先生もまだこう効果が出ているのかちょっと判断しづらいというお話されていたかと思うんですけれども、延長についてですね、現状どのようにお考えになっていらっしゃるかお聞かせください。まあ、今数字、昨日は602人という600人超えになりました。まあ、よく申し上げたように最近は都外の検体だけの持ち込みというのも増えてきているわけでありますが、それをこう省いたとしても数は増えてきているわけであります。で、一方でこの大体感染症というのはさまざまな措置を講じて大体3週間はですね、この様子を見る、まあ、2週間以降の数字に着目をして対策をということが言われているわけでございまして、そういう意味では連休が続いた後の2週間3週間の数字を今見ながら、時短の時短が12月17日までお願いしているところですけれども、それらを睨みながら対策を講じていく、まあ、判断をしていきたいというふうに考えております。はい、東京 MX テレビの佐波と申します。保健所の現状についてお伺いしたいんですけれども、今の1日600人ですとか非常に感染者増えてきていまして、その保健所の対応も業務増えていると思うんですけれども、今の都にですね、各保健所からこう人員の増員など要請が相次いでいるような状況なのか、それともそういったことはなく業務として回っている状況なのかということを伺いたいのと、都の支援体制として今後考えられるところを教えてください。はい、保健所の皆さんは本当にこれまでもいろいろ波もありましたけれども、ずっと緊張が続いていることかと思います。そしてまた濃厚接触者などを割り出すためにいろいろと聞き取りの作業など、中には行動をについて教えてくれない人がいたりしてですね、対応そこがまた不明につながってくると、その数がたまると不安になるという話がこう続くわけですね。まあ、そういう中でもいろいろとご苦労を重ねながらこの対応しておられることには敬意表したいと存じます。でそういう中で例えば都が直轄しております多摩地域の、この保健所でいろいろトライアルでですね、LINE を用いた形での、この健康観察によってその分負担が軽減できるというのを横展開をしていくとかですね、それからさまざまなバックオフィス的な事務ですねの作業などについては公募いたしまして、そこでそういったこの医学的な保健師的なそういう判断ではなく、その後のフォローをするロジスティックですみたいな部分などについてのこの事務を担うような方々、応募してくださった方々、今もすでにこの活動しておられます。そういう意味では大変なことは続いていますけれども、必要な対策をですね、それぞれ特別区やにおける保健所や、また多摩における保健所などと連携をしながら、また都としていろいろ新しい方策なども打ち出しながら進めているといったところであります。こちらも年末年始があるわけですね。そういう意味で医療従事者
への心遣いと申し上げてますけれども、保健所の皆さんも苦労されているという点について思いを馳せていただきたいし、ご協力もその点でもお願いしたいと思っております。はい、じゃあこれでよろしいでしょうか。ありがとうございました。記者会見は終了いたしました。本日の記者会見は終了いたしました。ご協力ありがとうございました。記者会見は終了しております。ご協力ありがとうございました。